How's it going, everyone? Deadly Deed here, gonna bring you another Green Conversation event. We are in character mode, so just please keep that in mind. We're gonna talk to Asuna this time. Ah, Kirito-kun! Okaeri nasai! Tadaima, Asuna. Chouda yokatta. Ima kara kaimono ni tsukiatte kurenai? Ii kedo, nani o kaun da? Kono aida...みんなでネームドエネミー狩りに行こうって言ってたでしょ。その準備をしようと思って。そうか、そういえば何も準備してなかったな。よし、行こうか。まずはこっちの重火器のお店を見てみましょうか。あ、メインワープショップ変えたのか。 Yeah, that was weird. うん、変えてないよ。変えちゃったらキリト君と弾丸共有できなくなっちゃうでしょ。ほら、ストレアさんとかエギルさんの火力ってやっぱりパーティーの重要な戦力でしょ。弾切れになるのも早いから、もしセールをしてたら予備を買っておこうかと思って。なるほど、確かにそうだな。Good thinking, very sweet of her. できればいろいろ対策しておきたいのよね。次のターゲットの能力まだよく分かっていないみたいだし。新しく出現したばかりのモンスターだからな。帰り討ちにあったプレイヤーも少なくないらしいし。だったら長期戦になることも想定して装備も見ておいた方が。やっぱり頼りになるな、アスナは。え、そんなことないわよ。ちょっと心配性なだけ。いや、こうしてアスナがきっちり準備してくれるから俺たちが安心して戦いに臨めるんだなと思ってさ。ありがとうな、アスナ。私だってたくさん助けてもらってるんだから。みんなにも、キリト君にも。改めて言われるとなんだか照れるな。それじゃあ俺は向こうの棚を見てくれよ。長期戦になるならアクセサリーの変更も視野に入れておきたいし。こっちを見終わったら私も合流するからね。さっきは妙に気恥ずかしかったな。さて、気を取り直して。何かいい掘り出し物はと。ん？これは何だ？グリブンオブエターニティ。絆のリボン。Never heard of that. 戦闘用のアクセサリーにはとても見えないな。大切な女性を送る二人の絆を結ぶリボン。二人きりの時に渡せば永遠の絆が結ばれるでしょう。永遠の絆か。 GGO の世界にもこんなアイテムが売ってるんだな。で、値段は。え、これって店より最高レベルの価格帯じゃないか。キリト君、何かいいもの見つけた？何か買うところなんだね。リボン？あ、まあちょっと見てたんだ。Which is absolutely expensive, so... 何か面白い能力がついてるの？見た感じ戦闘には向かない装備っぽいけど、お値段もかなりのものだね。いわゆるエンドコンテンツ用のやり込み装備ってやつかしら。そうだよな。それじゃあ次のお店行きましょうか。Thank goodness you didn't make me buy it from, like, make me buy it for it. もう少しだけ見ていくから、先に行っててくれ。うん、わかった。Wait, that doesn't make sense. She invited us to go shopping. I can't just bail in the middle of it, but whatever. アスナは向こうへ行ったか。Oh my god, just like, he bought it. アスナ、喜んでくれるといいんだけどな。He bought it!時間かかっちゃったね。ああ、今日はセールのアイテムが多かったからな。消耗品もかなり安くなってたから予定外に買い込んじゃったよ。みんなが使うものだから予備がなくならないようにってついついね。余ったって困らないものだけど、リアルだったらものすごい量になってそう。いいじゃないか、アイテムはストレージに格納されるから場所を取るわけじゃないし。それにアスナがそうやって細かく気にかけてくれるから
みんな助かってるんだと思うぜ。 No one says, dude, you saved my bacon. Why did I do this? もう、キリト君はちょっと褒めすぎだよ。そしてもちろん、俺もすごく感謝している。アスナにはずっと。急に改まってどうしたの？感謝の気持ちを伝えようと思ってさ。これなんだけどさ。That's sweet. That is super expensive ribbon. それってさっき見てたリボン？絆のリボンっていうらしい。GGO らしからぬ名前だよな。絆のリボン。確かにロマンチックな名前だね。大切な女性に二人きりの時に渡すと永遠の絆が結ばれるというのがアイテムの効果らしい。So, Sinon openly, well, secretly has a crush on Kirito that Kirito knows, but doesn't tell Asuna, who he's obviously openly like. What? 永遠の絆。GGO の世界には結婚とか家族っていうシステムはないけどさ。Damn. Otherwise, they'd make it GGO official. Asuna はどこにいても、どんな世界でも、俺の奥さんだから。だから、このリボンを受け取ってほしい。It's like proposing. キリト君、嬉しい。もちろん受け取るよ。キリト君の気持ちと一緒に。あ、メッセージが出てきた。健やかなる時も、やめる時も、彼女を愛することを誓うか。こっちにも出たよ。なんだか結婚式の誓いみたい。こんなメッセージが出るんだったら、もっとロマンチックな場所で渡せばよかったな。ううん、ここでいいよ。キリト君がいる場所が私の居場所なんだから。That's so sweet, dude. These guys are too, they're too sweet for me, man. じゃ、入力するね。答えはもちろん、イエスだよ。Better be yes. 俺も、当然イエスだ。またメッセージ。ガンの重心と引き金のように火薬と雷管のように末永く幸せになだって。GGO らしいね。ってあれ、リボンが、うん、何これ。 She turned into a ribbon. Look at her, dude.リボンのドレス。That's kind of cute. ちょっとキリト君、こうなるって知ってたの？いや知らないよ。メッセージが出ることだって知らなかっただろ。もうこんな姿に変身させられるなんて。二人きりの時にっていうのはこういうことだったのか。Oh. I like it. キリト君、何納得してるの？早く解除してよ。アスナの方で解除できないのか。あ、バンクフォーザリブンドレス、プロバリー。こっちからは一定時間操作できないみたい。カウントダウンタイマーが出てるのよ。あ、ダメだ。こっちも同じだ。そんな。でも、How long is the timer? かわいいよ、アスナ。こんな時に褒められても。嬉しくなかった。それにキリト君ならこの姿を見られてもいいし。アスナ。でもやっぱりダメ。だって誰か来るかもしれないでしょ。そうは言っても時間が経たないとどうにも。お願い、早く元に戻ってよ。おい。Okay, that was a very cute marriage proposal. Ribbon dress, whatever thing. And if you liked it, please give it a thumbs up. Give me a sub down below too, that's much appreciated. Otherwise, I'll be seeing you in the next one, and thank you for watching.